178人です。始めました。じゃあ名刺は持ってないですよね。あ、じゃあ私が名刺を。今年もう80歳ということで、そうですね、30の、あ、ご無沙汰してます。本日こちらの挑戦会場に集まった田中博和さんの数は178人です。5分間ここにいるだけでみんな世界一になれるっていうね。だから人間ね、そんな結果とか成果とかがなさなくてもいるだけでいいっていうね、いるだけでも世界一になれるっていう、そのバカバカしい、なんか脱力するような見本を作れたかなと思ってます。あ、頂戴します。あ、これはもう書記長の田中博和さんですか。今日は鳥取市から参りました。砂丘の田中裕和さんでいいですか。わかりました。はい、じゃあ砂丘の田中裕和さん。仮に田中裕和記念からできたら、それではどうしてになりますか。1995年、プロ野球ドラフト会議、ビッグスマホローズ、第一指名選手、田中裕和、投手、奈良県、桜井翔吾。ついにね、そうですね、いよいよですよ、こんなことがあるとは。田中博和さん、はい、ここに全員いてるのが田中博和っていうのはもうすごく不思議な感じで、ほぼ幹事さん今まで頑張ってこられたんで、まあ僕も感無量にちょっと感じてるところです。